皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、以前まで毎週やらせてました今期2023年冬アニメ配信人企画ランキングトップ10に久しぶりにやっていきたいと思います。というわけでね、今回第10週目の今期配信人企画トップ10という項で、いつもで全部で5サイトですね。 D アニメストアさん、 Amazon プライムビデオさん、 ABEMATV さん、ニコニコ動画さん、 GM スタンダードさん、それぞれの、トップ10順番に紹介していきたいと思います。もう今期のねアニメなんて興味ねえよっていう人もね、しっかり聞いてください。はい、というところでね、なかなかまたすごいランキングに久しぶりに見ましたけどね、配信人気ランキングなってます。てか、ちょっと待って、なんかすごい、本当にすごいなってんだこれ。はい、ということでね、話していきたいなと思います。はい、ではまず D アニメストアさんのトップ10から、これすごいなマジで、D アニメストアさんの第10週目トップ10から紹介していきます。それがですね、こちらというところで、英雄を武を極めるため伝説第1位。しかもステンやってるからな、何週連続が1位なのかねえ。まあ、前回ね、前まで影の実力者がずっと1位で、影の実力者はもう最終回を迎えたのに1位入れ替わりますよねってこと言ってたんですけど、その時ボウフリが2位だったからボウフリが1位なのかなと思ったら英雄が抜いたんだね。これ英雄も切るつもりだったけど、見た方がいいかこれ。さすがにディアニメ1位ね、7話まで見たんですね確か。うん、でももういいかと思って、やっぱ溜まっちゃってるんで、その英雄王もそうなんだけど、3話ぐらい溜まってるんで、ね、これ見なくていいかなと思ったんですけど、これ1位はさすがに見なきゃダメか。もうキルリストに思いっきり入れてさ、理由つけたのなんて書いてっけ。あ、見るの再開するしかないよこれ。なんて書いてっけ、そのまま読むと、うん、まあええかな、これはどんどんありきたりな感じになってきたのと、クオリティの問題、もうあんまり見る気起きずって、あんま見る気起きないよって書いてるんですけど、見ますわまあ見ますわ、 D アニメ1位だもんね。俺見ないというかな。はい。ねえ、だって1位の実力あるかもしれない、最新話とか見たらね。はい。で、まあまあ、ちょっと見るの再開、むず余談でしたが。で、2位、ボウフリ2期というところで、アップになってんの、ホット、ん？ホット？え？なん？断末4期が3位。なんか順位めっちゃ変わってない？いつの間にか。ねえ、これも、なんか3週空いてたんですけど、配信人気ランチ。え、断末4期なんて前6位じゃん。何が起きた？表現なんか8に下がってるしさ、さすがに限界あったか、表現もね。いや、僕ずっと楽しく見てますけどね。もうなんかさすがに動画にする方ではないかなって思ってあげてないんですけど。うん。はい。第4位、最強陰陽師の異世界。これ僕マジダメだったからな、1話で切っちゃったんだけど。第5位、解雇された暗黒兵士。これ見ないとな、これ見るの楽しみにしてるんだ、結構ね。とか言ってまだ見てないって。これも3週分ぐらい黙って見ますね、また。第6位、ブルーロック。ブルーロックも意外とだね、もっと順位上でいいと思うけどね。第7位、テンテンというか、テンテンもやっぱなかなか順位厳しいですね。ね。第8位、表現。これ納得いいかな。第9位、便利屋斎藤さん。便利屋斎藤さん、おもろいわ、やっぱね。うん、いいなと思ってます。はい、第10位、お隣天使。お隣天使さんも、まあ、アベマンだ、出演上だと思うけど、厳しいね。11位、異世界王子なんて、最終回あったからか。はい、という、これ、やばくないこのランキング。何これ。びっくり、ちょっと待って、これさ。今季、ほんとやべえな。これ、なんだろう、ラインナップ。はい、すみません、おじさんのぼやきでした。はい、では続いて Amazon プレミアムビデオのトップ10紹介します。アマプラね、ウィークリートップ10なくなったみたいだ、トップ20か、うん、マジかって感じなんですけど。はい、デイリーのトップ10紹介します。それがこちらというとこね、とんでもスキルで異世界滅びし第1位ということで、多分、ね、アマプラ多分ちっちゃすぎて見えないと思うんで、順番に言っていくと、第1位がトンスキ、第2位がワンピースとか、ワンピースフィルムネットさ、もう配信始まったのって感じじゃない、早すぎないこれ。評価結構割れてたね。まあ、僕は結構批判したんですよ、これ実はね。ワンピースフィルムレッド。僕が感想とか出したのが一番最初だったのはワンピースフィルムレッドっていうことね。そろそろ10万再生叩き出してるなと思ってるんですけどね。なかなかやっぱ難しいね。ワンピースもまさかこんなに再生いくと全く思ってなかったから。まあまあ、まあこれはまあ映画なんで別に言うなと。第3位、ダンマジ。ダンマジすごいな。ね、上がってきてますね。4期。第4位、ブルーロック。ブルーロックもさすがですね。第5位が不滅のあたり。お、不滅のあたりいい順位いるじゃないですかね。なかなかね、多分今めちゃくちゃ面白いところっていうか、めちゃくちゃ辛いところなんですけど、やってるかなと思うんですけど、ちょっと見ないとな。あ、いいですね。なかなか国内全然笑い上がってないなとか思ってますけど。第6位が、異世界のんびり農家か、のんびりすぎて僕が来たやつですね。第7位、ヒロアカ。まあ、さすがですね。第8位、大人天使様。第9位が、なんこれ。読めない。僕もね、同じ画像の大きさぐらいのやつ見てるから。第9位、何これ。今フィルムレッドが1位になってる。え、わかんない。ちょっと待って、なんかまあ、アニメじゃないよ、とりあえず。で、第10位が、あ、人間不信。人間不信だって入ってる。ランクトップ。やっぱトンスキは結構人気があるみたいですね。うん、デイリー1位になってるしね。
今のランキングでもトンスキ2位だもんね、うん、第3位がブルーロックやってる。あ、暗黒英雄入ってんじゃん、第4位。もうデイリーなんてね、もうコロコロ変わってますよこれ。ちょっとまあ、そのあくまで僕が取った時点のこの順位っていうところですけどね。はい、トンスキは1位ということでおめでとうございます。はい、では続いて、アベマ TV のトップ10紹介していきます。アベマトップ10がこちらというとこ。神たちに拾われた男に期待値。神たちに拾われた男もね、やっぱ空気とかしてるなんて僕思ってるんですけどね。まあアベマは人気あるとね。今人間不思議が1位になってる。アベマランキングも顔すぎんなこれ。なんかやばいよな今季マジで。なんか配信ランキングおかしいんだよ。まあでもさ、海外人気ランキング再開するならやっぱ配信人気も上げとくかなっていう気持ちで上げてるんですけどね。で第2位大人天使さん。大人天使さんはマジ人気だろうね。第3位が物語。あ、物語見ないですな。どんどんラブコメ色が強くなってるって聞いてるんで、マジ楽しみだ僕みんな。第4位ブルーロック。ブルーロックはやっぱさすがはね、うん、まあ総合的に見たらまあ本ちゃんもちろんブルーロックが一番人気だと思うんですけどね。第5位が英雄王。もう英雄はやっぱ人気やな。第6位人間不信。人間不信、人間不信か、はあ、第7位が、あ、隣の吸血鬼さんじゃん。隣の吸血鬼さんじゃねえよ、間違えた。ちょっと待って待って、隣の吸血鬼さんってさ、あの、タグエンさんが大好きでしたね。吸血鬼すぐ死ぬ。隣の吸血鬼さん僕も見たけどね、よかったけど。第8位ダンマチ。ダンマチもすごい人気やな。ダンマチもめっちゃ面白いみたいに聞いたんだよね。第9位が異世界、異世界王子さんじゃなくて、ダメだ、タイトルバグってる。便利屋サイトさんね。第10位がスマホ、スマホだろ。2期あるらしいですね。うん、ね、もう1期で切ったよ。もう虚無すぎたもんだって。なんかさ、2期感想文あげてくださいがなんかコメントあった気がするけど、いやもう見ないって。もうクソアニメはもう表現大丈夫です。はい。うん、な感じか。いやなんかすごいランキングだなこれ。もうすごいランキングだな。うん。やっぱ体感的に人気なのはやっぱね、大人天使様とブルーロックかな。うん。なろうがすごいね、本気はね。はい。では続いて、ニコニコ動画のトップ10紹介していきます。ニコ動トップ10、それが、こちらというところ、お兄ちゃんおしまい第1位というところね。ニーヤが落ちたか。ニーヤが4位になったというところで、まあもともとね、放送延期になったら順位入れ替わるんじゃないかとか言ってたんですけども。ツンリゼが第2位で、吸血鬼すぐに死ぬが2期が第3位か。あれ、ツンリゼってずっと、あ、前はニーヤが2位だったもんね。そうか。で、ツンリゼが2位になって、で、今度は吸血鬼すぐに死ぬにも抜かれたと。まあ、ニコニコ動画ね、これ合計値なんで、まあ、それ放送延期したら不利だよねって話はしてたんですけど、ニーヤもね、てか今一つも良くなかったですね。今初めてできたか。まさかこんなことになるとはね、全く思ってなかったですよ。もう今、原作ファンしか見てないんじゃないかって勢い、かなって。まあ別にそんなめちゃめちゃ悪くはないかなって僕もアニメ勢としては思ってますけど。いやでも、正直これ失敗でしょうね。あんだけ注目されたタイトルでこんだけ配信も振るわないってなると。吸血鬼してる2期もね、まあさすがですわね。第5位が点々と。うん、第6位、僕とロボ。僕とロボコもおもろいですよ。第7位、大人に転生様。第8位、ボウフリ。第9位、英雄王。第10位、ともちゃん。第11位、海軍の実力者というこれ。まあ、鬼舞とかぐらいかな。まあ、鬼舞とツンリゼって意外と入ってないの、他のランキングね。おかしいね。うん、ニコロでなんでこのツンリゼが人気なんだろうね。もう鬼舞はまあ、さすがですよね。鬼舞はオタクは絶対見ないといけないね、これはね。うん。な感じでしょうか。はい。結構順位入れ替わったかなっていう感じです。はい。最後ですね。GM サンラさんトップ10紹介して、以上となります。GM さん、トップ10、それが、こちらというところで、ワンピース第1位。これ、なんか締まりのないランキングだな。ワンピースは何？フィルムレッド広角か、これ。アニメワンピースシリーズが入り、6週連続の新企画とかあって。すごいな。ワンピースマジでレジェンドすぎるだろ。で、ブルーロックが5週連続2位だというところね。もう、ブルーロック、あ、でも、男性の方が多いんだ、一応。6対4だって。20代は高い視聴者数ポイント。やっぱ、ブルーロックはね、マジで学校とかも流行ってるらしいですね。まあまあ、今季はまあ、やっぱり明らかにブルーロックが一番人気だと思いますよ。第3位が、広場上がってきたら7位から3ランク、4ランク上がって3位になった。広場は6期なんでね、まあ6期の中でこの3位すごいね。第4位、名探偵コナン。さすがですね。第5位、スパイファミリー。第6位、あ、進撃、あ、もうファイナルのファイナルあったからね。第7位、鬼滅。で、第12位、チェンソー。チェンソーなんか上がってんな。第13位、うるせえやつら。
第14位ドラえもん、第15位ドラゴンボール、第16位呪術廻戦、第17位あ、トンスキ入ってね、第18位ダンマチ、お、ダンマチ入ってますね、第19位ボッツ・ザ・ロック、第20位、お、オニマ入ってんじゃないですか、オニマ入ってる、おっと、ありがとうございます。ようやく今季の先も入ってきましたね、3月になってね、もっと前が入ったかもしれないけど、うん、なんかさ、この GM のランキング見てると分かるんですよ、やっぱいかに今季寂しいかって。もう前期からの継続戦績に入ってなかったから、前はブルーロックとヒロアカしか入ってないぐらいで、うん、いやボサロがやっぱすごいね、もうこの前もね、まあ僕はもうテンション上げ上げでさ、もう円盤売り切れで買えねえんでどうしようって感じなんですけど、やっぱさ、やっぱ一過性の人気かもしれないと思ったけどさ、本当にもうしっかりこう歴史に名を残すようなタイプだね、これね。うん、っていうか、まあ、あんま前期の作品の話するつもりないんだけど今、まあうるせえやつら、うるせえやつらもでも安定してますね、順位なんだかんだね。うん、鬼舞入ってきた、トンスキ、やっぱトンスキから今期大人の天様は意外とこの GM ランキング入ってこないんだよね、まあ、総合的に見たらトンスキやっぱ一番見られてんのかな、新作だったらね。うん、ブルーロックはなんか新作っていうか前期からの継続作品ってイメージですけど、うん、でも鬼舞入ってきたのすごいなこれ、まあ、ダンマチはまあまあ入るかって感じ。いや、大人に電車も入ってないのは意外ですけどね。まあ、GM はまあ、やっぱ、割と妥当だし、まあ、やっぱ、いかに厳しい、今季厳しいかって、やっぱ、クールによってはさ、普通に、てかまあ、普通に考えたら、そのクールの先が一番ホットなんだから、それは見られるわけですよ。それだから1位から5位とかさ、まあ、それが、まあ、前期なんて、やばくなってて、うん、っていう意味ではね。なんですけどね。はい。こんな感じでしょうか。というところで、今回の、今季2023年冬アニメ、第10週目の配信企画ランキングトップ10の紹介は以上となります。この指摘ありがとうございました。またね、来週以降もう皆さん今季ね実は興味ないって人もいるかもしれないし、もうなんか僕も顔すぎて紹介するのなんかあれなんですけど、まぁ、あ、ちょっとねしっかりと、毎週やっていきますんで多分ねこれ楽しみにしてくださってる方もやっぱいらっしゃると思いますね。はい、まあもちろん面白いとか僕も楽しんでますんでね。はい、まあ、あの海外人気と配信人気、海外キャラ人気、ともにね、これ毎週やっていきますんで、また引き続き気になった方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いしますというところでね、また、声にいただいている感想とかご意見とかね、あと僕が休んでる間にこういうのがあったよとかあったらぜひね、コメントいただけますと嬉しいですけど、今回のが以上としております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。